やっほーい、山城です。今日は草刈りの次の段階、冷気っていうのを使って草を束ねやすく一列に集めていきます。草刈りをした後3日ぐらい寝かせたんですけど、それはこんな感じで散っているんですね。それをトラクターの後ろにつけた冷気っていう機械で集めていくんです。そうするとこのロールっていう一種の牧草を保存する形にしやすくなるんですね。はい、こんな感じで草を集めていきたいと思います。あるって数えていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、奥に40個目ありますね。当初の予定だと25個取れればいいって言ってたので、40個は大収穫だと思います。出来上がったロールは結構軽くて、大きい割には全然押せちゃいます。以上、山城でした。もいもい。